テレビ朝日系歌謡ドラマ「南くんが恋人」がクランクアップを迎えた1987年に刊行された内田春菊の漫画「南くんの恋人」を初の「男女逆転バージョン」で映像化する本作原作漫画は 1994年に高橋由美子武田真嗣、2004年には深田恭子二宮和也と2度にわたって連続ドラマ化された、これまでの作品で15センチの手のひらサイズになってきたのは女子高生の「千代み」だったが、今作では「南くん」が手のひらサイズになって、「千代み」の前に現れる。 写真、クランクアップしたイーヌ飯沼愛八木雄星複数あり主人公堀切千代美を演じるのは「v i v t b s k マイセカンドアオハル TBSK」などのイーヌマアイ、千代美の恋人で突然15センチの手のひらサイズになってしまうみなみくんことみなみひろゆきを八木雄星「ファンタスティックスが演じる GP「ゴールデンプライム」タイドラマ初主演を見事務め上げたイーヌマは 織切家の家族を演じた木村吉野、武田真治、加賀真理子、さらには茶子役の室井茂、そしてヤ木も見守る中での殺涼に万感の思い、あっという間だったような、長かったような、とこの3ヶ月を振り返りつつ、クランクインする前は不安もたくさんあったのですが、優しくて温かい皆さんのおかげで、毎日安心してお芝居させていただけました。ありがとうございましたと、キャスト、 スタッフに感謝の言葉を述べた。そしてヤギの方へ顔を向けると南国役がヤギさんでよかったですと少し声を震わせ、たくさんありがとうございました。と涙を浮かべながら笑顔を、最後は花束を掲げ、また皆さんとご一緒できるように精進します。と元気いっぱいに宣言した、一方のヤギはグリーンバックの前でクランクアップ。 駆けつけた飯沼から花束を受け取るとこの作品ではスタッフの皆さんもたくさん苦労されたのではないかと思いますとともに作品を作り